今回は、スタンド、マンダムの有効的な使い方を教えてに対する読者の反応を紹介していきます。それでは早速どうぞ。このくらいでいいからスタンドが欲しい。6秒で何するの？まあでかいことには使えないよな。極めて個人的な問題をどうにか今よりちょっと良い状況にするぐらいか。電車で降車する人をあらかじめ確認してその人の席の前にスタンバっておく。悪さできそうでできない絶妙な時間だな。6秒って意外と何もできないな。意外でもないか。肉体的に痛い目見る出来事を回避するくらいには使えそう。ガチャに何回でも挑戦できるぞ。読み込み画面や演出のせいで結果見る前に6秒超えそう。確定演出見れればそれでいいだろ。少なくとも SSR 出るか出ないかは6秒で確認できるはずだ。バンされちまう。これ使ってガチャ10連で毎回確実に SSR 出してたらバンされそう。これ射程内しか影響なさそうだからソシャゲだと同期ずれそう。できて当然と思うことですじゃ。いやガチで6秒全世界を戻してるよ。射程があるのは戻った記憶があるかないかだけの部分。リンゴの周辺だけ戻る前の記憶を保持できるから混乱を起こしてた。リンゴが1分間の間で5回この能力を使用したら、地球上のほとんどの場所で60秒時間経過する間にリンゴの周囲の体感時間だけ90秒になるのかな。少なくとも余分な時間の経過は実際には体感でしかないから、ソシャゲのガチャに使っても同期ズレは発生しないと思う。麻雀とか、カジノで最強、だけどこれ戻したこと相手にも記憶あったっけ？確かあったような。記憶はそのままだっけ？相手に戻った記憶あるなら対人だと怪しすぎて使えんな。麻雀や将棋でやったら、ミス誘発して勝てそう。格ゲーでやり直しできるじゃん。FPS の飛び出しやり放題だな、とかしょぼいことしか思いつけない。電流イライラ棒で必勝とかそういうことならできる。意識失うと時間戻せないからライフル弾の弾幕に特攻して回避みたいなことには使えんのよね。これゲーム配信中に巻き戻したら視聴者も失敗の記憶残るのかな。科学の実験とかで使えそうじゃない？失敗したら戻せてコスト削減。リソースの投入から結果の検査まで6秒で済めばな。なんか有用なのがありそうだけどな。殺し合いの距離でなんとか一瞬やり直すくらいしか意味ない。しかも即死したら発動不能だし。お好み焼きひっくり返すときに失敗しないで済む。やっぱ食器落として割っちゃったときとかくらいかな。そうなると中途半端に、うおっと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 、ああ。って粘った末。結局落としちゃう的なパターンだと逆に困るな。戻しても、おっとっと。の途中に戻されるかも。コップ落とした時も巻き戻せるな。自分の周囲だけしか時間戻らないなら地球は自転公転してるから戻した瞬間、射程内の物体の位置地球からややずれてまずいことになると思う。リンゴを射程距離外から観測しても異常は感知できないんじゃないの？巻き戻した結果がもともとあったようにしか見えんだろう。嫌いな奴の家に石投げて即戻してストレス解消とか？まあでも6秒程度じゃスッキリする暇もないか。拷問に使えそう。殺して6秒戻せば無傷で激痛の記憶だけある。相手にも記憶は保持されるのとこいつ自体に戦闘能力ないってのがバトルじゃ不安すぎる。俺しかスタンド能力者がいないなら無敵なんだが、そう都合よくいかないんだろうな。事故った瞬間に巻き戻すとか。6秒巻き戻せれば交通事故のリスク結構減りそうだ。交通事故やり直しに6秒、かなり余裕あるな。事故死とかの現場にさえいれば防げる、死をなかったことにできる可能性を持ってる。射程距離内全員が運転中に位置感覚混濁してくるから、多分事故の被害が広がると思う。6秒っていうのが絶妙だよね。悪いことできそうでできなさそうでよく考えたらちょっとできそうな絶妙なライン。詳細忘れたけど、気に入らない結果なら6秒戻してやり直しする能力だっけ。射程距離内の生物は記憶を保持したまま6秒前に戻る。10秒じゃなくて6秒なのが絶妙なラインだよね。巻き戻しといっても金儲けには絶妙に使えないんだな。スクラッチくじみたいなのは使えるかも？購入して6秒以内に巻き戻さないとダメだから厳しい。支払い受け取り削るを6秒以内はちょっと無理だわ。削るところ変えるくらいならできるだろうけど、ああいうのってシートで結果決まってるからね。削っても確認するのに絶対時間かかるからな。いや、FX。わかった、レバレッジかけまくった投資で戻せばいいんだ。6秒上がる額だけ無限に儲かる。野球選手になれば打率10割いける。記憶、相手も記憶残ってるから別に同じ投球が飛んでくるわけじゃないぞ。だとしても打てるまで続ければ打率10割じゃん。
あいつバッターになったらいっつもあーだよな。射程距離的に審判チーム投手全員実際の投球カウント知ってるから、故意に試合の進行を妨げる反則取られて終わりじゃね？負けるわこれ。誰も記憶残ってなければ使えそうだけど、周囲の広範囲に戻した記憶が残るのが、パチスロの3択6択やり直すくらいかな。でも周りも戻っちゃうと困る。6秒も戻せるなら麻雀で無敵になれる。いや6秒もあれば宝くじと言わずに FX で底なしに大儲けできるだろう。パソコンいじれる環境だけで世界有数の資産を獲得できる。オンラインカジノとかならバレずに悪さできるのかな。上から何度か言ってるけどおそらく他の人は FX や投資の超短期を知らんのだろうな。確実に無限に金持ちになれる。怪しすぎて途中で暗殺者来るかもしれんけど。ものすごい頻度で6秒解き戻しを連打することになるから、上がる6秒を完全にトレースして儲け続けるやつと極めて有害な怪現象が紐付けられるのは簡単だろうな。コンコン、すいません、税務署から来ました。指数関数的に6秒の間増え続けるからすぐ FX 市場を脅かす財産が貯まる、身の危険がありそう。確か短時間連続で使えなかったよね。再びかー、の時とか見るにほぼほぼ連続で使えるんじゃない？6秒遡ってさらに6秒とかはないだろうけど。6秒戻したら6秒待つ必要がある。レバかけまくったら数秒でめちゃくちゃ金動くけど、金額でかい場合に6秒以内に取引成立できるのかな ?6 秒戻ると言ってもはいここから6秒前の世界です。3、2、1、って準備させてくれるのでなきゃ。あんま余裕ないよね。俺だったら勝負に勝ったのに巻き戻して、あ、間違えた。ってなると思う。6秒で 1% 儲かるとして、資産を倍にするのに必要なのは何秒だろう。1.01 の複利計算だからそんなにかからんよな。まずればアメリカなら十数倍かけれるから。それで原資の 1% を6秒で儲けられる設定。10秒ごとに止めて1000秒で2倍になると考えるだけでもやばいよね。実際は複利計算だから10倍くらいになりそう。まあ世界の資産を独占するみたいな域までやらなかったら単なる成金で終わりだろう。まず巻き戻したいレベルの重大な事態に遭遇しても、ショックで放心してる間に6秒経っちゃってそう。何があっても即座に6秒戻さなきゃ、という判断力が要求される。結構範囲広いから都会だと実質で使ってもそれなりの人が影響受けそう。効果範囲狭められるよう鍛えるところから始めたい。全世界記憶が残るならもっと大問題になってるだろうし、範囲制限あるなら人里離れたところで使えばいいな。俺なら1日1万円だけ稼いでのんびり生きる。1時間で原資が倍になるなら1日で2の24乗倍。1677万倍だよ。2日で281万、2329万倍。3日で7万、8961億倍。1日700兆しか動かない市場だと原資1円でも3日で崩壊する。FX とか言ってるけど自分の周囲の時間戻すだけだから。時間戻したってパソコンに映る画面は戻す前と同じだろ。全世界は時間が戻る、周囲は記憶残したまま戻る、って能力じゃないのか。自分の周囲の時間戻すというか、自分の周囲だけ過去へ行くだけでは。おめえ、頭いいだろ？あ、理解可能。100万倍わかりやすい解説しやがって。自分の周囲の人間の精神を5秒昔にタイムリープさせる能力。上にある FX とかで活用するルートだと、この金持ちの家の周りなんか変だぞ。みたいな導入になるんだろうか。お前また配達忘れただと、あの家で今月何回目だ。すみません。でもお礼、確かに届けたんです。いや届いてなかったんすけど。ロハンドラマ続いたら本当にありそうな導入部やめろ。ネットと相性がいいなこの能力。距離での記憶引き継ぎが邪魔すぎる。自分だけじゃなくて少なくともそこそこの範囲の周りの人も意識そのままで戻っちゃうのが地味に使いにくいな。記憶が残るってのが欠点であり良いところだと思う。あたふたしてるうちに6秒過ぎそうで使いこなせる気がしない。クソ、今の決着は不本意、お前生き返れ。はできるけど。クソ、今俺が死んだのはなし。はできない男らしい能力。ゲスなアイデアを見たり考えたりするほど本編のリンゴ正当さが増していってくさ。命を懸けた決闘を何度も行うことで、己を高めるためのスタンド能力っていうのがかっこよくて好き。